炊き上がったご飯が硬すぎたり柔らかすぎたりするのはお米の量、水加減、ほぐし、予約炊飯などに原因がある場合があります。お米の量は付属の計量カップで正しく測り、炊き方ごとの炊飯できる量を守ってください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。水加減を硬すぎた時は多めに、柔らかすぎた時は少なめにしてください。炊き上がった時にご飯をほぐし、余分な水分をしっかりと飛ばしてください。柔らかすぎを抑えることができます。予約炊飯はお米が水に浸っている時間が長くなるため、吸水量が増え、柔らかめに炊き上がります。水加減を少なめにしてください。